はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタナスポーツさんで撮影させていただいてます。ありがとうございます。はい、本日なんですけれども、僕と言ったら大体グローブだとは思うんですけども、前回もちょっとモンタナさんでスパイクの方を特集させていただきまして、今回もちょっとスパイクを見ていこうかなと思います。で、今回は、前回はアシックスのカラースパイクのご紹介だったんですけれども、あと玉沢の白スパか。今回は、高校生、中学生に向けたスパイクの方を紹介していきます。はい、まず1個目です。1個目がこちらになります。はい。Z の白スパイクです。で、こちらなんですけれども、見てわかる方いるかもしれません。源田選手チックなスパイクとなっています。でも源田選手チック、源田選手モデルはプロステータスで出てるんですよ。何が違うってメッシュじゃないだけって思ってもらえればいいです。っていうぐらい、もう類似したスパイクとなっていて、特徴を言うと、ここが紐の上にベルトがついてるんですね。なので、しっかりと足首のホールドだったりとか、フィット感っていうのが増すよっていうスパイクになっています。めちゃくちゃ軽い。本当に軽いです。で、なおかつ嬉しいのが Z さんってスパイク横広いんですよ。僕ちょっと横広めなので、学生時代なんかは、中学校の時とかかな、少年野球中学校の時なんかは、Z さんのスパイクじゃないと横が痛くなってた。小指とかが痛くなってたので、そういった横広い方なんかはめちゃくちゃおすすめです。スパイク刃が埋め込みの刃になっているので、しかもこれ多分超合金かな、埋め込みのスパイクって大体超合金だと思うので、減りも少し遅めかなっていうのと、減ってきたら交換はできない。今は大体超合金の埋め込みなので仕方ないんですけれども、でもなかなか減りづらいものでもありますし、いいんじゃないかなとは、金具のスパイク欲しい方なんかはいいと思います。で、これちょっと柄が入ってるんですよね。白で光の反射で見づらいと思うんですけど、ここが、アッパー部分が、なんか模様みたいなのが入ってて、ただの白スパじゃないなって感じがします。はい。で、続いては、水野さんの白スパイクです。こちらもね、ワイドってなってるので、横の足の横が広い方も、こちらもいいんじゃないかなと思います。そうですね。大体やっぱり今スパイクって、金具のスパイクって埋め込みなんですね。自分らはまだ交換式のもいくつかあった。ギリギリ交換式とその超合金埋め込みの分け目の世代とかでやってたので、今もうほぼほぼ埋め込みだって考えると時代も変わったなーって思いますね。で、ソールちょっと分厚めかな？金具のプラスチックの部分から、このクッションのところまでちょっと厚めかなって言ったので、足への負担も軽減されるのかなと思います。これで、あと、高さもちょっと高めですね。なので、本当に足の幅広くて、甲も高い方なんかは、これめっちゃいいと思います。白スパで。さっきの Z さんにも言えることなんですけど、軽い！本当に軽い。素晴らしいぐらい軽いです。じゃあ、もう一個のスパイクいきます。こちらも Z さんの白スパイクで、先ほどのスパイクと何が違うかっていうと、ベルトがないホール紐のスパイクですね。模様もついてないかな。さっきの Z さんだったらちょっと模様がついてたスパイクだったんですけれども、今回はマジで本当に模様がない、ただの普通の白っていう感じのスパイクとなっています。で、ソールもちょっと違う、足の刃の本数もちょっと違う、こっちの方が源田選手仕様チックなものの方が1本刃が多いですね。1本1234561、1本多いので、刃の本数少ない方がいいって方もいるんですよ、結構。で、なんかはこういった5本刃のスパイクで、かかと2本は変わんないかなっていうので、刃の本数ででも決められるっていうのが Z さん、いろんな種類出てるので、すごいいいなと思います。これも軽い。本当に軽い。こんな軽いスパイク僕たちの時そんななかったんですからね。本当に軽いんで、今の高校生とか中学生の方たちって、すごいいいものを使って羨ましいなと思っています。これ、同じくワイドで、ただ、後者の方が高さがある気もします。あんまり変わんないか。でも、見た感じだとこっちの方が、多分スパイクの大きさ的な問題もあるので、ちょっと高く感じるかなっていうのもあるんですけれども、こちらも本当に広いので、大は小を兼ねるじゃないですけど、誰でも履きやすいスパイクなのかなと思います。あと、同じ Z さんでも、刃の形も違うんですね、これ。断片見るとわかるかな？ちょっとこっちの方が、こっちは一直線なんですけども、こっちはちょっと断片に切り込みが入ってるのかな？ M みたいになってるので、そういったところの違いもあるんですね。初めてちょっと勉強になりました。じゃあ最後は、これは結構有名ですね。はい。デサントのコーノエスパイク。これはね、もう、プロ野球選手も履いている。僕の大好きな外崎選手も履いてるし、僕の大好きな千賀投手も履いてるし、荻野貴史選手も履いてるし、プロ野球選手結構な人履いてるんじゃないですかね。なので、質ももちろん、なんで、プロ野球選手も履いてるので、プロお墨付きといったようなスパイクとなっています。で、こちらも、この横幅、やっぱり広めなスパイクなんですけれども、フィット感を出すために、余りをなくすために、サイドに外側と、内側にテープがあるんですね。で、これを引っ張ることによって、ここまで繋がってるんですけど、こういう風に X 線にマジックテープの紐が入ってるんですけれども、縛ることによって足の甲の部分のフィット感をより増させるというか、スパイクと足を一体化させる動きができるスパイクになっています。で、これソールの部分ですね。カンペ失礼します。この製品のインソールボードには、JAXA の宇宙技術を応用したガイナが使用されています。何が何だかさっぱりわかんないので、もう一個裏にもあったので、そっちも読みます。ガイナは日本の宇宙ロケット開発技術を応用して生み出された断熱セラミックです。なるほど。まあロケット飛ばすとき、人工衛星とか、まあそういったロケット系を飛ばすときってすごい熱出るじゃないですか。その熱に耐えきれる断熱セラミックということなので、夏もってこいです、これ。断熱なので。まあこれからね、冬入るかもしれないんですけれども、全然、まあ、来シーズンに向けても履くことができる。むしろ、じゃあ来シーズン買ってもいいんじゃないっていうようなスパイクですね。で、なんて言っても、柄がかっこいい。本当にこれずっと欲しいんだよな。で、確かこれポイントも出たんですよね。高能エスパイクで。なので、まあ、金具じゃなくてポイントがいいよっていう人は、そちらを、ブロックソールか、ポイントっていうよりかは、も出たので、そっちの方が足に合うっていう方は、全然そっちを使ってもいいんじゃないかなと思います。うん。で、これもね、本当に軽い。マジで。なんで今のスパイクってこんな軽いかな。自分らの時こんだけ軽いスパイクだったらどんだけ良かったかなと今思っています。お値段なんですけど、こちら最初のベルトタイプの、紐ベルトタイプの Z のスパイクが緊急輸入価 13,750 円です。はい。はい、続いてこちら、ミズノの白スパイクも、白スパイクに関してはなんと 8,800 円。激安です。はい。で、こちら、Z の紐だけのやつですね。ベルトが付いてないタイプのスパイクのお値段が、はい、こちらも緊急入荷。9350円。この軽さで9350円です。お買い得です。はい。最後、コーノエベルトのスパイクが 18,700 円です。こちらだけちょっとお値段が高くはなってしまっていますが、質がいいので、仕方ないかなと。いや、むしろでもスパイクで2万切ってるんだったら、まあまあ、いい感じかなと。ちょっと高いかなって思うくらいかなっていうので。まあ、あとは、このスパイクを試合用に、先ほど紹介した、ミズノと Z の、紐だけのやつ、あれを練習用になんかしたら、物持ちもいいのかなと思います。はい、ということで本日は、白スパイクのご紹介の方をさせていただきました。スパイクってね、プロ選手モデルっていうのが意外と少なかったりするんですけども、まあ、源田選手チックなスパイクだったり、まあ、外崎選手、千賀選手、などが、履いている実績のあるスパイクだったりと、まあ、高校、中学生の方たちも、そうやってプロ野球選手が使っているものを使えるというので、ぜひぜひ、気になった方は、ご購入ご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。11月のプレゼント企画こちらね、浜沢のグローブ、こちら、はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、はいはいはい、プレゼントします。これ需要あんのか需要あんのか。いやもうそれはね、伝統の玉沢さんですよね。そう、伝統の玉沢さんなんで、で、これを使った理由とか、もらった理由っていうのは、まあ、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成して、おめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。うんで、こちらを視聴者さんに、翔平 TV は視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使って、ノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってでは、そうですね、言い訳だけどね。そう。ロン T120 飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない、ね。守備じゃない、ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ、補給面はまあしょうがないですよね。磨きます磨きます。良平さんの手入れをした状態で綺麗にした状態で送られるんで責任重大。汚すだけ汚してって。こちら応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー、はい。そして翔平 TV のチャンネル登録、そしてこの動画今後ね出るであろう発表までの動画に何回でも OK、熱いコメント、前原スポーツさんのグローブ欲しいです、玉さんのグローブ欲しいですとか熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんでちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね10月末はデサントのグローブ、はい、内野手をで11月がこちらなので皆さんぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。